IBM パブリックライセンスは IBM が定め、時中に使っているフロスライセンス。オープンソースイニシアティブが承認し、フリーソフトウェア財団はフリーソフトウェアライセンスだとしている。GNU ゼネラルパブリックライセンスとは異なり、ライセンスされるソフトウェアコードについて何らかの保証をして商用に販売する場合、その販売者が責任を負うとされている。IBM によれば、 オープンソースソフトウェアの商用利用に際してコントリビュータに責任が及ぶのを防ぐ意味があるという IPL 支持者はソフトウェアコードに関する責任の定義が GPL より明確だとしている IPL には GPL にない制約が含まれているため GPL 互換ではない FSF によればある種の特許ライセンスが与えられることを必要としているが GPL では そのような要求はない。IPL は特許の扱い方が GPL とは異なり、IPL では特許侵害が発生した際にライセンスが停止する。このライセンスは4章で対象ソフトウェアについてユーザーが訴訟を起こした場合、商業ディストリビューターがすべての上流のコントリビュータの訴訟費用を保証することを求めており、その点が批判されている。 例えば、Linux Distribution を作って CD で配布するといった小規模のディストリビューターがいて、その中にこのライセンスのソフトウェアが含まれていた場合、その業者は再現のない訴訟にさらされる可能性がないとは言えない。IPL でライセンスされているソフトウェアプロジェクトとしては、ポストフィックスがある。また、すでに保守が行われていないが、Java コンパイラの一つである j i c も、 IPL でライセンスされていた。ありがとうございます。